と思うんですが、はい、その前に両選手のプロフィールですね。まずはチャンピオンからご紹介します。タイガーと呼ばれています長身ボクサーです。ゾラニ・ペテロ。ホームタウンは南アフリカのポートエリザベス。年齢は22歳です。93年ヌクソラメイドに4回判定勝ちでプロデビュー。5連勝後2度の引き分けを挟んで再び4連勝と調子を上げますが、96年リンディ・メマニの持つ南アフリカミニフライ級タイトルに挑戦しますが10回 KO 負けしました。しかし昨年12月通算18度防衛のタイの英雄ラタナポン・ダッチボーイ・ジムを劇的な4回 KO で下し IBF 世界ミニフライ級タイトルを獲得しました。今回が2度目の防衛戦となります。戦績は16戦12勝2敗2引き分け、12勝のうち6つの KO 勝ちがあります。そして挑戦者です。タフで小柄なフィリピンチャンピオンカルメロ・カセレスです。ホームタウンはフィリピンのパラナケ。年齢は23歳です。95年ジャニー・メリンと4回引き分けでプロデビュー。96年5月には現在ミニフライ級の世界ランカーランディ・マングバットと5回負傷引き分けしています。その7ヶ月後レイ・ビラモラに判定勝ちしましてフィリピンミニフライ級タイトルを取り一度防衛に成功しています。今回南アフリカに乗り込んでの世界初挑戦となります。戦績は20戦15勝2敗3引き分け、15勝のうち3つの KO 勝ちがあります。はい、フィリピンチャンピオンが初めての世界戦で王座を狙いますということなんですが、さてチャンピオンの方なんですけれども、はい、まだ皆さん馴染みがないと思います。というのも番狂わせでチャンピオンになった人なんですけれども、そのチャンピオンになった試合ここでちょっとご紹介したいと思います。この試合ですね、97年12月27日に行われています。これ、まあ、小泉さん番狂わせと言っていいですよね。まあそうですね。相手がラタナポン、まあこのタイトル IBF のタイトル12度防衛してですね、その後6度ですかね、はい、だから通算19度目の防衛戦だったわけですよね。ところがそれを阻止しました。黄色のトランクスがラタナポンです。浜さん、このラタナポンもハードパンチャーでしたよね。そうですね、頑丈 でどん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 前に出ていく選手でしたからね。ところが、まさか負けると思わなかったですね。今試合も前に出てたんですよね。そうですね、同じように試合はですね、4ラウンドに決します。これがその映像ですね。終わらきましたね、はい、ここでもう効いてしまったんですね。まあクリンチしてしまうかですね、すればところがこれ中途半端な姿勢でパンチを受けてですね、ここでレフリーが一度ダウン取ったんですよね、はい、でファイト再開させようとしたんですけど、ここで再びダウンで結局ノックアウトになったんですね。バンクラスだったですね。はい、このチャンピオンはずっと南アフリカ自分の国で戦ってきたんですけど、この試合だけタイに行ったんです、はい、海外に出て取ってきたと、はい、いうことですね、はい、これがあの昨年の暮れで、今年の3月に初防衛戦を行いまして、当然ながらそれを勝ちました。で今回が2度目の防衛戦ということになります。さあ浜さん、どこに注目されますか。まあ、このペテロ、あのまだまだ未知数なところあると思うんですよ、はい。まあ、タイトル取った試合はいいところ、そして、若さの何て言うんですかね、勢いが出ましたけど、この力が本物かどうか、この試合でお手並み拝見ですね。どうなんでしょうか。小泉さんはどうですか、これ南アフリカの試合でどの辺にポイントを置いて観戦されると思いますか。やはり浜田さん言われたようにですね、これピンチヒッターでですね、その世界タイトル初挑戦やったわけですよね、そこで番狂わせを起こしましたよね、はい、その挑戦する前、そのアフリカ国内の5位だったわけですよ、はい、で世界の10位に入って、まあ、タイトルマッチ成立させるために、だからラタナポンとしてはまさか負けると思わなかったでしょうね。ところがこの選手、まあ、チャンピオンというのは勝つとやはり自信が出てですね、強くなるものなんですよね、はい、でこの選手体なかなか柔らかいですし、左ストレート伸びますからね、まあ、フィリピンのこのチャンピオン、フィリピンのナショナルチャンピオンに対して、まあ、どんなその試合するかですね、はい、ということでご覧いただきます。舞台はこれもですね、南半球で、しかもチャンピオンはサウスポーということで、どうなるんでしょうかということなんですが、はい、はい、ご覧いただきましょうか、はい。この試合は7月4日です。南アフリカハマンスクラールで行われました一戦です。どうぞ。
Ladies and gentlemen, this is the Champions Challenge live on Super Sports. Compliments of Jumbo Cash and Carrie, the big one from the Carousel, South Africa's boxing mecca. Judging this evening's fights from the IBF, Judge Jacobs from South Africa, from Puerto Rico, Judge Ramos, and from the United States of America, Judge Gomes. Supervising from the United States, Mr. Bobby Lee Jr., and officiating his second fight from East London, Mr. Lulamu Mcha. This is the challenge, or the champion's challenge, and the challenger on my left in the red corner. Weighing in at 47.25 kilos, 16 fights, 2 losses, 2 draws, 12 wins, 6 by knockout. In the yellow and black trunks, please welcome from the island of Visayas in the Philippines, Carmelo Caceres. 国外で世界初挑戦です。フィリピンのカルメロ・カセレス。On my right in the blue corner, at 47.25 kilograms, 18 fights, 2 losses, 3 draws, and 13 wins, 2 by knockout. In the white, blue, and gold trunks, he is the current IBF mini flyweight champion of the world, South Africa's Zolani Petelo. 2度目の防衛戦です。チャンピオン、ゾラニ・ペテロ。ニックネームはタイガーです。IBF 世界ミニフライ級のタイトルマッチ12回戦です。レフェリーはウンチャさんです。ラム・ウンチャさん。まあ、頭文字が M、それから TYA、ウンチャという発音だということですが、さあどういった試合になりますか。改めて浜田さん、はい、ワンポイントだけ絞ってください。どこに注目されますか。サウスポーのうまさ、そして、はい、サウスポーの右のリード、ペテロがそれを出す選手なのかどうかですね。なるほど。さあサウスポーのチャンピオン、ゾラニ・ペテロ、白のトランクスを履いています。黄色のトランクスが挑戦者、カセレス、フィリピンです。ずっとこの選手もフィリピンで試合を行ってきましたが、国外での初めての試合がタイトルマッチになりました。このタイトルを手に入れました。チャンピオンも同じような境遇で手に入れています。シチュエーションで手に入れました。前回の初防衛戦が3月21日、ファイソル・アクバーという選手に判定勝ち、2対1というスプリットデシジョンでした。まあインドネシアのベテラン選手ですね、はい、ファイソル・アクバーは。その試合と同じ舞台、南アフリカハマンスクラールで行われています。この2度目の防衛戦、前回の初防衛戦からは3ヶ月半空いています。一方挑戦者のカセレスは2ヶ月半空いています。右を出します。シャープです。左を出していきました。一発一発右をシャープについていきます。ゾラニ・ペテロ。距離を置いています。チャンピオンは22歳、挑戦者が23歳。ボディを打ってきました。まあ、足のスタンス見てください。もう極端な半身ですよね、このチャンピオン。ちょっとグローブ前出してますし、懐はかなり深いですよね。ボディは打ちにくいですよね。そうですね。そして浜田さん、はい、この第1ラウンドですけど、かなりこれプレッシャーをかけていると見てもいいんですか。そうですね、タイトル取った試合は、まあ、前チャンピオンがどんどん出てきたんで下がりましたけど ね、はい、結構前に出る選手かもしれないですね。そうですね。先ほどダイジェストでご覧いただきました、あの試合とはだいぶ趣が違います。ズラニ・ペテロ、これが17戦目のプロのキャリア。12勝 6KO2 敗、2つの引き分けがあります。左を出しました。コーナーに入っていこうというところ、パンチを打って出てきます。残り30秒まもなく切ります。ボディブロー当たってはいません。昨年12月に先ほども言いました、あのハードパンチャーのラタナポンに番狂わせでこのタイトルを手に入れています。チャンピオンペテロ。まあ思えばあの辺りというのはタイ王国、ボクシング王国が徐々に崩壊し始めた、そんな感じのところであります。ヨックタイが敗れ、ダオルンが敗れ、チリムンクンが敗れ、
そしてラタナポンが敗れた。そんな時期にこのラタナポンからタイトルを手に入れましたペテロ。第1ラウンド終了しました。まあタイの雪崩現象だったですよね。そうですね、その勢い乗じたというような感じだったんですが、どうでしょう。はい、1ラウンド目はですねペテロの方がプレッシャーかけてですね、はい、構成取ってましたね。だからチャンピオンペテロの10対9です。そうです、はい、このチャンピオンペテロについているトレーナーというのが南アフリカナンバーワンのトレーナーと言われている方だと聞きましたが、ね、まあ、ムングニって言うんですけど、はい、彼はですねウェルカムネスター、それから、モブレロボティーレ、それからブヤニブング、こういったところを、まあ、技巧派を知るのがその得意らしいですね。なるほど、はい。このペテロはですね、はい、その南アフリカ国内タイトルリンディエツ、メナミですね、はい、これに敗れてるんです。このメナミのトレーナーがこのムングニだったんですよね。ははだからそれの門下へ移ったわけですよね。なるほど。さあ第2ラウンドです。 IBF 世界ミニフライ級のタイトルマッチです。以前ストロー級と称していました。チャンピオンのゾラニ・ペテロ、南アフリカザ・タイガー。このボクシングの他にキャリアを見ますと、なんと機械体操の経験もあるそうです。そうらしいですね。それでですねボクシング始めたのがですね早かったらしいですね。だから6歳ぐらいの時からですね、はい、もう始めたらしいですね。今現在が22歳です。プロのキャリアもこれが17戦目、まあ、浅いキャリアと言ってもいいでしょう。しかしチャンピオン、これが2度目の防衛戦です。左のストレートを出しました。まあまあはいはい、6人兄弟の4番目らしいですね。あ、そうですか。非常に懐が深くシャープなボクシングを見せますゾラニ・ペテロ。浜さん、はい、他の格闘技と一緒にやってる選手というのはまあまあありますよね。あるいはコンタクトスポーツ、アメフトをやってたりとか、アメリカとか多いですけど、機械体操というのはまた珍しいですよね。そうですね、珍しいんですけど、いい傾向じゃないですかね。あ、というのは体が柔らかいというのは大事ですからね。あ、なるほど。まあ、実際に私も中学入ったと同時に体操クラブは一度入ったんですよ。あら、それは初耳で、はい、1週間ぐらいで、やめましたけどね。はい、まあ、ボクサーたるもの、体が柔らかくなければいけないということを聞いたんですね。入ったんですか。それで入ったんですけどね。ははまあ、それからするとやっぱり体を柔らかくするというのは大事なことですよね。右のクロスから左をフォローしていきますチャンピオン、サウスポーのゾラニ。おっと、ちょっとプッシングですね、はい、ゾラニ・ペテロ。サウスポー的な特徴はどうですか、浜さん、このチャンピオン。ちょうど右の出し方ちょっと注目したんですけどね、右の一発一発でも結構中から、まあ、フリッカー気味に打つ傾向あるんですね、はい、だから、やりにくい打ち方するんじゃなくて決めるような打ち方しますね、はい、ボディブローです。左のストレートインサイドから打っていきます。フリッカー気味というのはこう振り上げるような感じで、そうですね、スナッピーと言いましょうかね、パチンと打っていきます。当たれば効きますよ、はい、ボディブローです。この辺ブロックされていたようですけれども、終始構成を取ります。ゾラニ・ペテロ、この試合チャンピオン積極的ですね。そうですね。おっと、4を捉えました。初防衛戦こそ2対1のスプリットデシジョンですが、これが2度目の防衛戦。第1ラウンドから積極的にいっています。今ちょっと低いです。あ、ちょっと遅れましたけれども注意を受けています。攻撃の途中だったので、その途端にはチェックはしませんでした。インチャレフリーです。ストップ。第2ラウンド終了です。まあ、このラウンドのポイントはペテロですね。10対9なんですけれど、はい、ちょっと左の打ち方が悪いですね、ペテロが。まあ、打ち方悪いばっかり言ってますけどねまあ、一番そのパンチが伸びて、はい、肘返してナックルが当たる、それより近い距離で戦ってますから、押すような感じでボディ打ってますね。このぐらいの距離だったら肘ナックル変えるんですよ、はい、ところが前出よう前出ようでですね、そのボディ打ってるんですけど、ちょっと押してるような感じですね。このセコンドしてるのはガブリエル・エロルデジュニアですよ、はい、昔フラッシュ・エロルデって言いましたけどね、彼の息子さんです。あ、息子さんですか。まあ、ニックネームベボって言うんですけどね、はい、ベボエロデ。だからフィリピンではやはり
有力なマネージャーの一人ですね。そうですか。第3ラウンドに入りました。 IBF 世界ミニフライ級のタイトルマッチです。場所は南アフリカ、ハマンスクラールです。チャンピオンの今ちょっとグローブつきましたね。ファックス、まあ、あれ軽いパンチでですね、はい、ちょっとつきました。あれもうちょっと強いパンチでグローブついて、あれダウン取られてもしょうがないんですよね。そうですか。ブロックしてから右のストレートを打っていきます。挑戦者アザロス、ボディカウンターギミ取ります。また左、浜さん、挑戦者はどうですか。カサレス、プレッシャーかけられてますね。これは要するに受けてってカウンター狙いというのではなくて、プレッシャーがかけられてると、どんどん圧倒されてますね。あ、そうですか。おっと最後左画面を捉えたか、また低いぞという注意がありました。ただ今のコンビネーションはいいですね、はい、右のボディ左のボディ、そして左フックですね、はい、このボディブロックも低いようです。注意はありません。右を返していきました。ボディから今度は右は顔面です。チャンピオンのコンビネーション、シャープなアウトボクシングを展開します。時にはショートレンジでの左フックもかなり威力があるという情報であります。左合わせます。おっとっと足を取られかけましたけれども、バランスを立て直しました。その隙に入り込んできます。距離をあっという間に詰めました。右フック連発いいですよ、おっと合わせます。挑戦者も右合わせました。この回は挑戦者が内に出てますね、はい、左のストレート全部受けています。ブロックしています。一発を狙っています。挑戦者その間にも攻撃を続けます。ペテロ、ね、近い距離ではですねストレートなしに左のアッパーに切り替えましたよね、はい、そして右を返してますよね。なかなか多彩であります。また右ショート、おっと右払います。ここで打ってきました。これも低いんではないでしょうか。何もありません。挑戦者は最近は10連勝です。この勢いを借りましてこのタイトルマッチにこぎつけています。ランキングは4位のカルメロ・カサレス、フィリピンからやってきました。このラウンドはチャンピオンの右フックがいいですね。はい、また右、ああしてテンプル、こめかみを数叩いてるとですね効いてくるんですよね。なるほど、はい、よく出てますね、チャンピオン。そうですね、しかもかなり遠いところからも届いてきます。ところが深さ、その深さを感じさせます。第3ラウンドまで終了しています。このラウンドは文句ないでしょう。チャンピオンペテロのラウンドですね。こちら挑戦者、フィリピン、タラナケの出身です。カルメロ・カサレス、プロデビューは95年の5月です。ジャニー・メリンという選手とやっていますが、4ラウンドを戦って引き分けでプロデビューを果たしました。一方のチャンピオンのペドロというのは93年の4月にデビューしています。こちらは4ラウンド判定勝ちでプロデビューです。そのパラナケってフィリピンあるんですけどね、はい、ここは元世界チャンピオンのフラッシュ・ロールドがですね、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、そして病院、教会、それ建てたんですよ。ボクサーのファイトマネーでそれだけ建てたんですよ。それでエロールでスポーツコンプレックスっていうその体育館がありましてね、普段は闘鶏やってるんですね、はい、タックファイティングやってて、で月に一度はボクシングの試合があるんですね。あ、そうなんですか。まさにフラッシュエロールデタウンなわけですね。そうですね、エロールデの未亡人ラウラさん、ラウラエロールデさんがやってるんですけどね、はい、息子たちも各々いい選手持ってますからね。そうですか。その町パラナクからやってまいりました挑戦者のカルメロ・カサレスです。このカサレスの、同門がですね、はい、レイナンテ・ハミリ OPBF のですねスーパーバンタム級チャンピオンですよね、これを打ってきます。あ、これもちょっと低いぞという。さっきのラウンドからカセレスの方も相打ち相打ちで戦法を変えましたね。相打ちの戦法ですか、はい、チャンピオンのペテロそんなに首太い方じゃないですからね、打たれ強くはないと思いますよ。ボディを狙っていきます。左右のフックいずれも当たっていません。チ
ャンピオンペトロ、ディフェンスいいですね、フォームいいですね、はいはい、今のもブロックしています、ボディミロック。下がりながら右、ダブルで持っていきます。ボディ効いてきましたね。挑戦者が効いてるわけですね。ボディ効いてきましたね、はい、そうですか。これも必要以上にと言いますか、よくボディを攻めてきます。ボディ効いてきましたよ、はい、効いてきましたね。よく小さなパンチを持ってきます。ボディ効いてディフェンス差しておいて、顔面の懐なんかうまいですね、チャンピオンのペテロ。ダブル下がりました、右、あと右、かなりガードを下げています。挑戦者も打ち合いで行こうと思ったら打ち負けていますね今。あ、なるほど、またボディが入ります。ボディ入ります。今のボディは、今のボディはストマック入りましたね。水落ちですね。完全に後退しています。ボディ来ましたよ。ボディブロを返します。しかしロープを背負ってしまいました。残り30秒あります。ボディをカバーしますが顔面がガラキになります。あと右、ショートの右、今度は左を返します。ボディを食らっています。こうして攻められた時はですね、カセレスは体を起こしたらダメですね、はいはい、そうするともっとパンチ食いますから、体前を持っていって一旦クリンチして、それでリングの中央を回り込んだ方がいいですね。ボディグロー、そして今度は返す、右は顔面に持っていきました。ストップ。第4ラウンド終了です。かなりボディに挑戦者はパンチをもらいました。もうこのラウンドも文句ないでしょう、チャンピオンペトロのラウンドですね。やはりボディへの攻撃が多くなりますと挑戦者のガードが下がってきます。そこを顔面にもらってしまいます。いいこと言ってますね。相手ガードを上げてですね、はい、脇絞ってくるんだから脇腹叩けって指示してましたね、チャンピオンサイド、はい、この小柄なミニフライ級のクラスですから、トランクスをグッと上に上げますとほとんどボディが隠れてしまうような、そんな感じがあるんですが、そのボディを丹念にチャンピオンが攻め込んでいきます。ゾラニペタロ、エルボーブロック、あるいは前腕部でこれを食い止めます。チャンピオンのゾラン・ペトロ、激しく右を打ってきましたが当たってもありません。また右、いいですね、右を合わせます。挑戦者背中を見せています。入れ替わります。詰めていきました。またボディ、挑戦者もボディを返しますがこれは入っていません。スレートはよく伸びます。懐が深い、ドラニペタロ、もう一度出てきます。相手を狙います。ボディ、浜さん、やっぱりまだチャンピオンの方はまずボディですね。ただ意識的にというよりもですね、はい、同時にボディ打ってガード下げたら今度すぐその返しで顔面に打ってますよね。しますね。こういうところ、予想以上にうまいですね。お、左ソルトダブルでは持ってきます。ただ左の打ち方は悪いですね、はい、ウェイトは乗ってない、ナックルは返ってない。ただ右フックはいいもん持ってますよ、はい、左ストレートです。もう一回、今度ボディ、もう一回行きます。左を使います。キープクローズアップ、キープクローズアップ。ロープまで後退しました挑戦者。左にすると、このボディ、今ちょっとボディ効きましたね。下がります。右を打っていきました。クロス気味に打っていきます。ちょっとリーチの差があります。届きません。右打ちを押し出す。近距離になりますとショートフック飛ばしていきます。チャンピオン、パンチは入っていません。右、ロ
残り30秒切りました。皆さんどうにもカサレスはちょっとこの辺り打つ手がないようですね。いや効いてるんでですね、動けない、それと、はい、手を出そうとするとボディブロー効いてるんで体伸ばせないんですね。あ、はいはい、これじゃだん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 もっと 弱くなっていきますよ。あ、そうですか、はい、押され始めています。もっと弱りますね。コルコングです。レフリーがピタッと中に入ってきました。第5ラウンド終了しています。このラウンドもやはりチャンピオンペテロのラウンドですね。これだけ相手がですね積極的に手数出してくるときはですね、相手出てきてくれるんですから積極的にですねそのパンチ合わせていかないといけないですね、はい、もうカウンター取ってですね出てきたらカウンター出花叩いて、例えばですねこのカセレスだったら左フックですね、右のショート左フック、右のショート左フック、あるいは右のアッパー左フック、はい、で相手つくんですよね、入ってこさせないように、あるいは自分が下へ潜り込んでいくんですよね、はい、自分の方がもう体は小さいんですから、そうすると相手は嫌がりますよね。体立ててこうしてパンチ受けてるとですね、相手はどん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 リズム乗ってきますよね。第6ラウンドです。 IBF 世界ミニフライ級のタイトルマッチ12回戦です。このカセレスもそう悪い選手じゃないですよ、ええ、結構あのブロッキングでパンチ殺してますもんね。ここまでの戦績は20戦して15勝2敗3つの引き分けがあります。挑戦者のカセレス、ただちょっとパンチがないですね、はい、まあ、レコード通りですね、はい、15勝のうち3つの KO 勝ち、パーセンテージにしますと 15% になってしまいます。3つの KO 勝ちを20戦で割ります。 15% です。左、うん、とボディ届いていなかったのかもしれません。入れ替わりました。かなり積極的に攻め込んできます。ゾラニ・ペトロ、南アフリカ、ホームタウンはポートエリザベス、22歳です。ショートアウトボクシングを展開します。浜さん、基本的にアウトボクサーなんでしょうけれども、どうですか、接近戦になった時のチャンピオンペテロというのはどういうふうに見えます？攻める接近戦ですからね、はい、相手をどん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 押し込む接近戦ですから、いいんですね。あ、タイトルを取った時の試合とは打って変わりまして、ぐいぐい前に出ていきます。左から右、その時は当然相手が違うわけですけれども、タイトルを取った試合はあのラタラポンでした。逆にラタラポンが出ていきました。左のストレート、ボディブロック、これはブロックしたのか、ブロックしてますね。その上叩きます、また叩きます。どうもボディの方に神経が集中しています、カサレス。腰が丸まって消えてしまいまして、そしてガードが下がります。そこ今度は上に狙ってきます。また下、また下、ボディを狙ってきます。もう一回いきます、届きます、この距離で届きます、ボディに届きます。ビッグカウンター、左のストレート2発連打します。ペテロ挑戦者、あとボディの打ち合いになります。右カウンターを狙ったんですが弾き飛ばされました。第6ラウンド終えています。まあ、このラウンドもペテロの方がですね圧倒的に攻勢を取ってましたね。結構空振りも多かったんですけど、数打ってますから、その中にはですね左アッパーのボディ強いパンチもありましたよね、ええ、この長身のサウスポー、それでパンチがあるっていうのはやりにくいんですよね。まあ今フェザー級で売り出し中のデリック・ゲイナー、はい、まあ、これも強い選手ですね。まあ、こういった選手みたいなもんですね。ベルトのあたりを緩めまして深呼吸をさせていました。これは浜田さん、どういうことですか？
まあ、やっぱりボディきついところ、多く深呼吸して直すという意味があるんですけどね、まあ、ボディが効いているという証拠みたいなもんですね、まあ、要するにそういうことですね、これであの少しフットワーク使えれればまた回復もだんだんするんですけどね、もし五分に戦っていて相手がああいうジェスチャーをしたらにやりと笑いたくなるんじゃないですか、まあそういうことはありますね、聞いてるんだなという感じでしょうね、第7ラウンドに入りました IBF 世界ミニフライ級のタイトルマッチです。で上手い選手はですね、相手ボディ効いてるときはですねボディばっかりいかないんですよ、なるほど、ボディばっかりいくと、まあ、先ほどローパードープでありましたけどエルボーブロックみたいなのでカバーされますから、一旦フェイントかけて上のパンチ打ってガード開けて強いパンチをボディ持っていって決めてしまう、おーと2段階さおーと20カウンターカウンターが入ります、立ち上がりました、続行です、まだ時間はご覧のようにたっぷりあります、さあこのラウンドでボディが効いてるし顔面も効いてるしきついところです、勝敗を決するんでしょうかこのラウンド、左のストレート、シャットすると一発狙う以外ないでしょうね、右から左にフォローしていきます、あーとボギーが甘くなっています、これもうしっかり止めました、はい、あーと交代しました、あーと追い込まれました、レフェリーは止めるタイミングを見てるのか、防御オンリーになっています、あーとワンツー効いてるんですよ、左ストレート、左ストレート、動けないですね、一発も返しません、やりそうなストレート、あーっと全くだ、あーっとセコンドが上がってきました、試合終了です、セコンドが止めた格好になりました、ザラニペテロ2度目の防衛に成功です、最後はもう全くディフェンスオンリーでした、最後体立たされてしまって力入らなかったですけどね、はい、セコンドとしても目の前であれ見られたんじゃしょうがないでしょう、そうですね、切り返しの右フックで最初のダウン取りましたね、7ラウンド結局テクニカルノックアウト TKO 勝ちを収めています、ゾラニ・ペテロ、フィリピンからやってまいりましたカサレス、このタイトルのフィリピン人チャンピオンとはなることができませんでした、レディーズ・ジェントルマン、ウィーハブ・リゾルト、アイムシューユーシー、Referee Umta stopping the fight 1 minute and 46 seconds into the 7th round. 7 round 1分46秒 TKO ですね。 The IBF mini flyweight champion of the world, Zolani Petello. 2度目の防衛に成功です。Zolani Petello. Ladies and gentlemen, presenting the Old Buck belt, the sales manager from Old Buck, Mr. Gibson Mohape.And presenting the IBF mini flyweight belt, the supervisor from the IBF from the United States of America, Mr. Bobby Lee Jr. それでは試合結果を確認してみましょう。タイガーのニックネームを持つゾラニ・ペテロ、終始挑戦者をスピードで圧倒しました。7ラウンドキレのいいパンチを集めて TKO 勝ち、地元で2度目の防衛に成功しています。